なんだあの怪物。何が、皆さん見えますでしょうか。オールマイトがしぼんでしまっています。オールマイトの秘密が。恥じるなよ、それがトゥルーフォーム、本当の君なんだろう。あのね、死柄木弔は志村奈々の孫だよ。分かってるだろう。笑顔はどうした。私は思う、どんだけ怖くても自分は大丈夫だっつって笑うんだ。世の中笑ってるやつが一番強いからな。私は何ということ。負けないで、オールマイト。あんたが勝てなきゃ、あんなの誰が勝てんだよ。姿は変わってもオールマイトはオールマイトでしょ。頑張れ、勝て、勝てオールマイト。だから負けないんだよ。2,3 振りは見といた方がいいな。その姿はなんだオールマイト。なんだその情けない背中は。オールマイト、我々にはこれくらいしかできない。あなたの背負うものを少しでも。応援に来ただけなら観客らしくおとなしくしててくれ。抜かせ破壊者。俺たちは助けに来たんだ。皆あなたの勝利を願っている。どんな姿でもあなたは皆のナンバーワンヒーローなのだ。筋骨バネか。瞬発力 ×4、 旅力増強 ×3、 増殖肥大化。確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。存分に食いて死ぬといいよオールマイト。なるほど、吹かずとも消えゆく弱々しい残り火、抗っているのか。醜い。私も彼を育てるまでは、それまではまだ死ねんだな。浅い。そりゃ腰が入ってなかったからな。無理せずにさせてやってくれ。オールマイト勝利のスタンディングです。平和の象徴、ナンバーワンヒーローとしての最後の。オールマイトの交戦中もヒーローによる救助活動が続けられておりましたが、死傷者はかなりの数になると予想されます。オールマイトたちによる限界態勢の中、今次は君だ。その件ですが。
私嫌です。昨日は運って考えてたんだよ。でもね、嫌なの。それでもずっとあなたに憧れてきました。でも奇跡的に個性が発現してからどんどんボロボロになっていくんです。先日の戦い、テレビで拝見しました。一人の一般市民としてとても感謝しています。イズクの行く末があんな血みどろの未来なら、私が来た。私はごめんね、イズク。お母さん。イズク、応援はするけど、それは心配しないってことじゃないって言ったよね。ごめんね、イズク。はっきり申し上げます。今の雄英高校に息子を預けられるほど私の肝は据わっておりません。私はモンスターペアレンツかもしれません。でもモンスターでいいです。私はイズクの夢を奪いたくないんです。雄英でなくともヒーロー化はたくさんありますよね。どうしてもヒーローになりたいなら別に。イズク、すいません、呼び戻してきます。見て、お母さん、合宿の時に助けた子から。ヒーローどころか個性すら嫌ってた子がありがとうってくれたんだ。嬉しかった。まだめちゃ心配されててダメダメだけど、それでも一瞬でもこの手紙が、この子が僕をヒーローにしてくれた。雄英でなくたってどこだっていいよ。僕はヒーローになるから。そっか。順序が間違っていたこと、誠に申し訳ございません。ちょっとやめてください。何なんですか。私はイズク少年が私の後継にふさわしいと、すなわち平和の象徴になるべき人間だと思っております。平和の象徴だった者としての謝罪です。確かに私の道は血生臭いものでした。彼に同じ道を歩ませぬよう横に立ち、共に歩んでいきたいと考えております。僕もなれるかな。この命に代えても守り育てます。あ、お母さん。雄英が嫌いなわけじゃないんです。私、イズクに幸せになってほしいだけなんです。だってあなたはイズクの生きがいなんです。だから命に代えないで、ちゃんと生きて守り育ててください。約束します。お母さん。先生、息子をどうかよろしくお願いします。施設に行けば相沢先生がいるはず。考えるな。そんな状態で敵に背を見せて獣道を。今ここで戦って勝つしか。下がってて、ゴータ君って。ぶつかったら全力で施設へ走るんだ。お前の攻撃効かなかったじゃん。それに両腕折れて。大丈夫。どうした。さっきより弱えぞ。こっから後ろには絶対行かせない。走れ。あんなガキがてめえ最高じゃねえか。なんで血見せろよ。常にピンチをぶち壊していくもの。ごめん、お母さん。お母さん、ごめん。やめろ。
後で殺してやっから待っ殺せてあがるかバンフォールスワなんでどうしてそこまで命を落としてあんたを救うあんたにとっての僕のヒーロー。ねえカラオケ行こうよ。それっきゃねえな。今朝の事件ニュースサイトのトップだ。早く帰ってノートにまとめなきゃ。カツキ、何それ。あ、将来のためのヒーロー分析。マジか。緑屋いいだろ、返してよ。つうわけで一応さ、遊泳受けるな、ナード君。餌じゃないよバカ、僕のノートだ。お母さん、お母さん、パソコン。もういずくだけで再生数1万は増やしてるわね。それは古い動画、昔起きた大災害。見えるか、もう100人は救い出してる。やべえって、まだ10分も経ってねえって。めっちゃ笑ってんよ。もう大丈夫。私が来た。超かっこいいな。僕も個性入れたらこんな風になりたいな。諦めた方がいいね。このレントゲンを見て分かる通り、伊豆くんには関節が2つある。本来なら4歳までにそのどちらか、あるいは複合的個性が発現するんだけどね。この世代じゃ珍しい、何の個性も持ってない方だよ。周りの言うことなんて気にするな。グイッと上見て突き進め。オールマイトに謝りたかったけど、取材が続いてたし、帰ったらホームページからメッセしてみよう。私が来た。あ、オールマイト、なんでここに。さっきまで取材陣に囲まれて。なぜなら、私はオールマイト。少年、君がいなければ、君の身の上を聞いていなければ、口先だけの偽金となるところだった。あの場の誰でもない小心者で無個性の君だったから、私は動かされた。仕事の邪魔して。そうさ。
トップヒーローは学生時から逸話を残している。彼らの多くが話をこう結ぶ。考えるより先に体が動いていたと。僕はなぜか母の言葉を思い出していた。ごめんね、イズク。君もそうだったんだろう。やり残してることやり直してみたいか。